どうも皆さんこんにちは。いつまでもダラダラとゲームしたい中の人エルザです。今回は旅人が常にぶち当たる問題、性欲の集める方法についてまとめて紹介したいと思います。まあ、結構ね、新キャラが増えてきましたのでね、推しのキャラをしっかりゲットするなら性欲集めはとても大事なことなので、今回改めて紹介したいと思います。ということで今回に関してですが、初心者から復帰勢、あとは一部ハードでプレイする人向けの石集め方法を紹介していきたいと思います。まあ、ある程度は一通りどの人でも当てはまるかなっていうのはありますので、プラスアルファ部分を注目してもらえると嬉しいかなと思います。また今回に関しては少し長丁場となっています。概要欄から必要なところだけ確認してもらっても大丈夫ですので、よかったらガチャの石集めの参考として見てもらえると嬉しいです。それでは早速解説していきたいと思います。それでは毎日毎週できることから今回は話していきたいと思います。ここに関しては初心者や復帰勢向けの話となりますので、プレイするなら絶対にやっておきたいというところになります。まずやっておきたい1つ目はデイリー訓練になります。こちらは達成するだけで最大60性欲もらえますね。毎日もらえます。数としては少ないっていうのはありますが、バージョン期間はだいたい6週間くらいとなりますので、性欲としては約2520は集まるようになっています。結構大きいですよね。ガチャの回数としては15回分くらいとなりますので、忘れずにこなしておきたいというのがあります。異物周回とかで結構楽にこなせるところがありますので、しっかりと作業としてやるようにしておきましょう。続いて2つ目です。定期列車の訪問者と話すというところですね。意外と忘れやすいところかなと思います。こちらに関しては同行クエストをこなすと列車にキャラクターが来てくれるようになります。クエストをクリアしてないと来ないキャラもたくさんいますので、その点だけは注意してください。なのでクエストをクリアしたら必ず確認するようにしておきましょう。また制御の数については10と少ないですが、キャラが増えればその分チリツモとなりますので、こまめに話しておくのがおすすめです。同じキャラでも2回もらえる時とか自分はあったので、このあたりは会話次第なのかなっていうところな気がします。はい、という感じでこんな感じで手に入ります。クローラに関してはね、結構2回目とかなんですが、意外とこういう風にくれますので、ぜひ話しかけてみてください。ちょっとね、カツアゲみたいな選択になったのがかわいそうですが、まあこれはこれとしてよしとしていきましょう。続いて3つ目です。3つ目に関しては模擬宇宙のコンテンツ報酬ですね。これに関しては毎週変わるものとなってます。こちらの 14,000 っていうポイント報酬ですね。まず模擬宇宙のコンテンツですが、毎週更新されます。均衡レベルに応じて上限ポイントが増えていきますので、報酬の内容とかもちょっとずつ変わっていきます。これをクリアしていくとレベル6で性欲が225獲得することが可能となります。4週間で900もらえるような計算となりますので、コンテンツとしてはかなり嬉しい方なのかなと思いますね。しかも工場ガチャチケットも1枚もらえるようになってますので、意外とお得な内容となっています。しかもこのガチャチケットに関してですが、消費をすればエンバーの獲得に貢献できるようになりますので、今後のチケット交換のポイントとして貯めれるんですよね。意外と使い方としては重宝するものとなります。なのでしっかりと集めていきましょう。ただし報酬がいい分、効率よくクリアができるまで初心者にとっては時間がかかるコンテンツとなっていますので、大変ですがしっかり攻略ができるようしていきましょう。まずここまで紹介したものに関しては、毎日コツコツすることで得られるものが多くなっています。なので初心者の方や定期的にプレイができない方は、まずデイリーからこなすことを考えることをお勧めします。これが本当大事ですね。毎日してるかどうかで大きな変化が出てきます。今回紹介したデイリーと模擬宇宙だけで1ヶ月約2700近く集まりますからね。とても大事です。1ヶ月まずは続けてみるのをお勧めします。続いては中途半端でもこなしておくともらえるものっていうところです。中途半端と聞くとちょっとね、やりづらいところがあるかなと思いますが、こちらも初心者や復帰勢向けの話としてやっていきたいと思います。それでは4つ目ですね。イベント特典や配布の受け取りはしっかりしましょうっていうところですね。スターレールのイベントに関してですが、聖玉やアイテムが大量にもらえるようになっています。特にその期間のメインイベントをこなすのは大事なところです。今回で言えば音律狩猟忍法上で聖玉1460が獲得できるようになっています。メインイベントの種類によっては同等かそれ以上もらえる時っていうのもあるんですよね。なので結構大事なところです。さらに短期間の小規模イベントの場合ですが、聖玉を500ほど獲得できるようになっています。その期間のイベントをこなすだけで1800近くは獲得できるんですよね。10連分ぐらいは貯まりますので、しっかりこなすのが大事です。
ちなみに初心者や復帰勢の場合ですが、一部のイベントではありますが各イベントもこなすことが可能となっています。期間限定分の報酬というのはもらえませんが、常設分は獲得できますので、こちらの確認もおすすめというところです。続いて5つ目です。高難度コンテンツのクリアをしていこうというところですね。こちらに関しては忘却の庭をはじめ、虚構女児や末日の幻影など全ての高難度コンテンツクリアで最大制御2400獲得できるようになってます。だいたい1つのコンテンツで800がもらえるというところですね。ただこれに関しては累計獲得というところなので、中途半端でも問題ないコンテンツとなっています。なんとなく完全クリアしないと800もらえないなっていうところがあるので、なかなかやりづらいところがあるんですが、一部でも獲得しとくっていうのが非常に大事なんですよね。なので強さに関係なくチャレンジだけでもしておくようにしておきましょう。数回分のガチャ石になるだけでもかなりお得っていうところです。しかも3種類ありますからね。細かく集めれば800分集まるっていうこともあるかもしれません。続いて6つ目は世界ショップのコンプリートです。これも結構大事な要素ですね。各マップに世界ショップというものがあります。こちらは宝箱を開けた際にもらえる各地専用アイテムを納品することで、報酬として制御機やガチャチケットなどがもらうことが可能になっています。では合計でどれくらいもらえるのかというところなんですが、ヘルタの場合は200となっています。ヤリイロの場合なら300、ラフの場合なら600、キノコニーなら800と合計で1900は獲得可能となっています。アイテムの回収次第っていうところはありますが、ちょっとした制御集めになりますので、全部獲得していないっていう方は一部でもいいのでしっかりと納品をして確認をしておくようにしましょう。それでは7つ目です。7つ目に関しては模擬宇宙の図鑑集めっていうところですね。意外とこれも大きな数値となります。まずこちらに関してはプレイをある程度こなしておくともらえる報酬となりますので、やり込みが必要な部分となります。まず祝福の図鑑を埋めた場合ですが、制御の合計が2240獲得できるようになっています。それぞれ項目が用意されてますので、一つずつ獲得するといいのかなと思います。これも途中でもらえるので嬉しいところですね。続いて奇物図鑑です。こちらに関しては合計で1350もらえるようになっています。しかも一つ獲得するごとに報酬がもらえるようになっていますので、最初の頃は模擬位置をクリアするだけで少しずつ報酬がもらえるのかなと思います。できるだけない奇物を選ぶようにしてください。そして最後イベントになります。こちらは合計で760もらえるようになってます。報酬の中では一番少ないところですね。ですがイベントを回った時に新規のものを見つければすぐ報酬がもらえるようになってますので、意外と奇物と一緒でありがたいものとなってます。こちら全図鑑集めることができれば合計で4350の制御を獲得することは可能となっています。こちらに関しては模擬宇宙をしないといけないということがあり、結構ハードルが高いのかなと思います。なので初心者であったり復帰勢であった場合はあまりプレイしていない場合がありますので、そういった人ほどもらえる報酬の幅は広くなるのかなと思います。あまりチャレンジしていなかった場合は一度確認をしておきましょう。埋まってなければそれだけ制御を獲得できるチャンスとなります。以上が中途半端でもこなしておきたいものとなります。イベント系を除いては中途半端でも一部のポイントがもらえるチャンスがあるため、途中でやめた人も確認をおすすめします。またイベントに関してですが、期間限定報酬と常設報酬というのが分かれています。この部分がありますので、時間がなくても期間限定分だけでも獲得をするのをおすすめします。そういう分け方もありかなと思います。では初心者復帰勢向けのガチャ石集めについてはここまでとなります。それでは一部ではありますが、課金者にはもしかしたら嬉しい制御獲得の方法となりますので、次で紹介していきたいと思います。ここからは番外編です。それでは番外編の紹介に行きたいと思います。今回のおまけ的な紹介ですが、プレイステーションでプレイしている人には嬉しい情報になるかもしれません。特にプレイステーションプラスをよく活用しているとチャンスがあるかもしれないですね。では話をしていきたいと思いますが、今回制御を獲得する方法としてはプレイステーションスターズのリワード特典となります。こちらはプレイステーションストアで対象商品を購入するごとにポイントを活用することで、もしかしたら無料で制御をゲットできるかもしれないという話になります。取得方法について説明をしたいと思います。まずプレイステーションアプリをダウンロードしてください。アプリのダウンロードが終わって登録が終わったら、プレイステーションスターズに参加をするというだけです。画面の上の方にスターズのご参加ボタンがありますので、そちらをクリックしてもらえるといいです。これだけで参加資格がもらえれます。もしかしたら一部の人限定かもしれませんので、そこだけは確認しておいてください。
ではここから獲得方法についてです。ポイントが大量にあった場合っていう時ですが、リワードの部分を見るとポイント交換できる場所に飛ぶようになっています。プレイステーションスターズのリワードを右に進んでいくと制御の交換できるアイコンが表示されるようになってるんですよね。ポイントとしては7500でちょっと高めとはありますが、交換できれば3700円分の制御を獲得することが可能となっています。ただしこちらに関してはリワードカタログの内容が変更される場合がありますので、現在の状況では注文ができるというところになります。なので注意はしておいてください。こちらのポイントに関してなんですけど、まあ、個人的にはプレステ5でいろいろなゲームやるんですよね。なので知らないうちにポイントが溜まってて結構ラッキーみたいな感じでした。交換を狙って貯めるっていう場合は新しいソフトを買ったりってことが出てきますので結構苦労するかなと思います。なのでおまけ程度で紹介してるのはそういったところがあるからです。まあ、プレイステーション5をよく使っている人ほど嬉しい要素かなと思います。ちなみにポイントの獲得方法についてお伝えすると、まずポイントを獲得できるキャンペーンをクリアするっていうのが重要です。これはアプリを開いた時に画面に出てきます。それで50ポイントとかもらえますね。あとはプレイステーションプラスに加入してからプレイステーションストアで対象商品を購入してポイントをゲットするっていう方法です。対象商品でないとポイントがもらえませんので、その点だけは注意しておいてください。まあ、ポイント獲得方法を見てもらうとわかると思いますが、 PS5 をそもそもそれなりに活用している人向けとなりますので、おまけ的な獲得方法となります。なのでぜひこのあたりはチェックしてほしいなっていうところです。ちなみにこのポイントに関してですが、プレステ5で課金をしている人の場合もそれが対象となっています。自分の方でも毎月使える列車補給表彰も対象となっていましたので、これもうまく活用していると1年間でいいポイントが貯まるのではないかなと思います。なので PS5 を使って課金する人ほどもしかしたらポイントとして還元されるものとなっていますので、ぜひ活用してみてください。ということで今回はガチャ石に関するおすすめというところでした。ある程度これはしておいた方がいいよっていうところの話をまとめた感じになります。大きな違いとしては PS5 の部分ですね。これによって PS5 でプレイしていると恩恵としてポイントがもらえるっていうところでした。これが本当良かったなと思いますね。あとガチャ石集めに関して質問をそれなりにもらうんですけど、基本的にはこまめにすることが重要です。これに関してはどのゲームでも言えることかなと思いますが、こまめに毎日こなしてそれが溜まった時にアップデートが来たらまとめてガチャが回せるっていうところになりますね。自分としては美課金でやってますが、うまく貯めれば60とか毎月貯まるような感じになってますので、しっかりとデイリーであったりとかイベントであったり細かく回していくといいのかなと思います。ということでご視聴の方ありがとうございました。このチャンネルでは今後も好きなゲームの解説やライブ配信をしていきます。引き続き動画をアップしていきますので、応援してくれる方はチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。